こんばんは。私ウイスキーが好きでここ十数年飲んでるんですが、特にアイラ島のアイラモルト、これハマりまして、まあ銘柄で言うとラガブーリンの16年、あとアードベックの10、あとラフロイグ、ボーモア、キルホーマン、カリラ、あとポートエレンっていうのはもう格段にうまかったんですけども、なかなか買える値段じゃないんでね、まあバーで1回だけ飲んだ時あるんですけども、抜群にうまかったです。で、特に飲み飽きずに今でもこう飲み続けてるのがラガブーリンの16年とアードベックの10、まあ、この2つなんですけども、ウイスキー最近値上がりしましてね、ラガブーリンの16年買い始めの頃は4000台後半だったんですけども、今7000円近くしますからね、なかなか軍資金的に厳しいものがあるなということで、コスパのいいアイアンモルトを探してたんですよね。それである時、浅草の、まあ、バーのマスターが、まあ、そういう話しましたら、アイリークっていうのおすすめですよと、安くてなかなか飲めますよと、それで買ってみたんですよ、ネットで。で、まあ、飲んだら2400円ぐらいだったかな。美味しかったんですよね。結構これは飲めるなと、まあ、デイリーで飲める安くてうまいアイラモルトみたいな感じで、まあそれ飲んでたんですけども、その時たまたま隣にこれがあったんですよ、アイラストームで。これも安かったんですよね、2600円だったかな。で買ってみてこれも飲んだんですけども、どちらかというとこっちの方が好みだったというか、こう完成度が高かったというか、それで今回もまたこれ買ってみたんですけども、アイラストーム、これすごくいいと思いますね。うん、香りもいいですし、しっかりアイラのピーティーな感じのいい香りがします。うん、やっぱりアイリークに比べてしっかりしていて満足感ありますね。これ美味しいと思います。それで今回その隣にあったのでチャレンジしてみようかなと思ったのがこのアイラミスト、これは2000円ぐらいでしたね。こっちよりちょっと安いぐらいなんですけども、これはコルクじゃなくてこういう金のキャップなんですけど、飲んでみたいと思います。香りはまあまあ好みの香りではありますけども、ちょっとこうアルコールのツンとした感じもありますね。うん、やっぱり香りで感じられたアルコールのアタックが結構強めですね。やっぱりどちらかというと、どちらかはっきりこっちの方が美味しいですね。どちらかというとじゃなくて、まあ、これ香りはいいんですけども、うん、でもちょっとやっぱり完成度は低いかな。まあ2000円なんでしょうがないですけど、やっぱこっちはうまいですね。うん、断然こっちの方がうまいです。これやっぱりアイリークよりも自分としては好みですね。こっちのアイラストーム、これ2600円でこの味だったらいいんじゃないかなと思います。あとこのタリスカーなんかも3200円だったかな、これ買ったのは。3200円で買えるモルトの中ではすごい美味しいですよね。バランスがいいと言いますか、で若干こうオイリーでね、
オイリーの中にもバランスの良さがあって、これ大好きです。あとこのグレンリベット、これ今回あのバーでちょっと試飲して美味しかったんで、これ部屋用に買ってみました。これは結構なんていうのかな、ウッディっていうか樽の香りが強い上品な香りのモルトですね。これも結構飲み飽きないような感じの予感がします。これチェイサーです。私チェイサーは、まあ、バーに行って、まあ、アイスコーヒーがあればアイスコーヒーなければ、まあ割とライトなこうビールをチェイサー代わりにしてるんですけども、まあ、チェイサーというのはそもそも追いかけるものという意味ですから、まあ、こういう強いお酒を飲んでその後に、まあ、追いかける、でこう口の中をフラットにさせるようなという意味ですね、チェイサー。だから水でなくても、まあ、こういうビールとしても、まあ、構わないということですよね。はちょっとアルコールの当たりが強いですね。ということで今回はこれをおすすめします。まあ、他にもコストパフォーマンスの高いアイラモルト出てるようなので、これからまあ飲み比べていこうかなとは思ってるんですが、今のところダントツでアイラストーン、これだと思います。またよろしくお願いします。